はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれどもテラナイト紹介していきたいなと思います。で、昔そのセプスローが入っているテラナイトは紹介したんですけれども、まあ純正のテラナイト紹介してほしいですっていう風なことをね、生放送で、コメントいただいたので、今回は純正のテラナイト作ってみました。で、まずちょっと僕の構築論なんですけれども、これちなみに合っているとか正しいとかっていうよりも、僕がこう考えて構築したよっていうところをまずちょっと先にね、話そうかなと思うんですけれども、まずテラナイトでバランスにするべきか終わらない罠地獄にするべきかっていうのを悩みました。で、バランスにした場合、あのモンスターをねある程度枚数入れなきゃいけない関係上、ちょっとデッキ枚数がだいたいこの辺24とかぐらいまではまあ膨れちゃうかなっていうふうに思ったんですよね。まあ23とかか、もしくは罠を少なくして20に収めるかっていう、まあ20か21に収めるかっていう、まあ2択だったんですよ。で、まず罠火だから個人的にはデッキ枚数っていうかまあ罠の数はあんま減らしたくなかったんですよね。コントロールしながら戦っていきたかったっていうのがあるから。じゃあデッキ枚数増やすのかってなると、それもちょっと違ってて、なんでかっていうと、このテラナイトっていうのは序盤でしっかりアドを取れる、要は、相手よりもカードを増やして有利に展開できるカードっていうのは、まあ実質このデネブなんですよね。で、中盤以降はこのアルタイルっていうのも機能するんですけれども、まあデネブを引けるかどうかに結構かかってるわけですよ。で、デネブに引けない時っていうのは結構リソース、まあ後続が続かなくてしんどかったりとかするんですよね。で、デッキ枚数増やしちゃうと、その分デネブへのアクセス率って下がるじゃないですか。それって結局そのやりたいことと矛盾してるなと思ったんですよ。豪気とかだったらデッキ枚数増やしても大丈夫だと思うんですけど、まあこのデッキは増やすべきじゃないなと思ったんで、その時点でまあ僕の中ではバランスじゃなくて罠地獄の方が合ってるんじゃないかっていう風に思ったんですよね。なんで今回は罠地獄を採用しているという風な感じになります。まあバランスはバランスの良さがあるので、まあその人のね、好みにはよるんですけれども、今回はというわけで罠地獄で紹介させていただこうかなと思います。で、新しく追加されたカードでいくと、このバトライムスですね。こいつが、まあ、2体でエクシーズできて、で、手札とエクシーズ素材1個ずつ取り除いて、で、デルタテロスになれるっていう風なカードなんですよ。まあ、やっぱ2枚からデルタテロスになれるのは強かったなっていうのは回してて思いました。で、ここを一応3体エクシーズでバイロンディシグマとか入れてるんですけれども、ぶっちゃけなんかバトライムスとデルタテロスしか使わなかったなっていう。だから3-3入れた方がいいのかなと思ったんだけど、俺これ2枚しか持ってないって感じなんですよね、バトライムスは。まあそんな感じでございます。で、トラップカードは、まあレビューニアとかを結構意識してて、デモンズチェーンとか、あとは煉獄の落とし穴入れてます。この因子が、レビューニアは、サンダードラゴン除外して出てきた場合、そのサンダードラゴンに対してしか因子打てなくなったりとかするんで、その辺がちょっと怪しいなと思ったんで、ちゃんとレビューニアを止める用の札を3枚入れとこうみたいな感じでございました。で、分断の壁は、まあ、このデッキちょっとパワーが足りない部分があるから、火力が足りない部分があるから、まあ、それを補うために、1体しか相手は展開してこないんだったら、まあ、因子とかカナディアとかデモチネ守って、で横展開バーってしてきて、数で圧倒しようとしてきたんだったら分断の壁当てるみたいな、そんな感じのイメージでやってます。じゃあですね、リプレイ2つぐらいやってからランクマー行きたいなと思います。じゃあ、理想的な動きとデネブが初手に入らない時の動きと、まあ、2つは攻めてやろうかなと思うので、じゃあまずは理想的な動きからやっていきましょうか。はい、でこちら後攻と、まあこのデッキは先攻の方が嬉しいですね。で、相手がバランスのウィッチクラフトでございました。まあハンドがめちゃくちゃいいっていうわけじゃ相手はなかったんだけど、まあこっち側は理想的な動きこんなんだよっていうのをやりたかったので、この試合をまずは採用させていただきました。で、ベール出てきます。で、この後ですね、ベガ出します。ベガ効果って言って、相手のベールの効果使わせようかなと思っていきます。じゃあパトローナスで、ハンドが魔法カードなかったんですよね。まあこれ光の援軍ってるから1枚はミネルヴァかななんて思ったりしました。で、ベガ召喚成功時に手札からテラナイトモンスターを特殊召喚できるので、それでデネブ出します。で、デネブのモンスター効果、デネブはまあエアーマンみたいな感じで、デネブ以外のテラナイトを1体サーチ、あのデッキから手札に加えることができるんですよ。で、その効果を無効にしようとしてきたんで、さらにそこにチェーンアマかけるサテラナイト、アマかけるサテラナイトはテラナイト1体をデッキに戻して、カード名が異なるテラナイトを特殊召喚できます。まあこれでマスターベールの効果が適用されるときは、こうやってね、今ここでしょ、マスターベールの効果まだ適用されてないんですよ。この状態でデッキの中に戻ったんで、デニブは無効にされないと。で、アルタールを取ってきます。
で、ウヌクは無効にされてしまう、その代わりに。で、ここ2体でエクシーズ召喚。これが変わった点だね。バトライムス出せます。で、バトライムスモンスター効果で、手札とエクシーズ素材1個ずつ取り除いて、エクシーズ召喚出してくるのがデルタテロス。で、デルタテロス効果発動、エクシーズ素材1個取り除いて、1枚破壊。で、カードセット。で、バトルと。で、テラナイトを組むときにちょっと考えたのが、ベガをしっかり積んで、ベガテラナイトで、デルタテロスにつなげる動きもまあありかなって最初は思ってたんですよ。で、それで調整しようと思ったんだけど、ちょっと怪しいなと思って、なんでかっていうと、後ろあんま引けなくなるんですよね。こういう風に。デネブ絡んでなかったら、これアルタイルもないわけじゃないですか。ってなると、今、因果切断すごい流行ってる環境で、デルタテロスを因果切断に処理されちゃったら、俺、ちょっと弱いんですよね、この後が。いや、それは嫌だなと思ったんで、まあ、初手デルタテロス立たなくていいや、みたいな。デネブでしっかりアド稼いでいって、で2ターン目3ターン目4ターン目って、ターンが経つにつれて勝てるようにしていこうみたいな感じで、考えて構築してます。なんでベガは1しか入れてないです。で、今ライラ効果使ってきましたよね。ライラ効果っていうのにチェーンしてカナディア打つと、相手はこのライラは効果発動後、次の自分のターン終了時まで表示形式変更できないんですよ。これは適用されるんですよね。なんで、ライラは2ターン裏守備になっているって感じです。まあ、実質底なし落とし穴みたいな感じやね。で、相手は手札コスト回収してカード1枚セットしてターンエンドといった風な感じでございました。じゃあデルタテロス効果使いまして、はい、後ろ触りに行きます。じゃあ因果切断でございました。で、まあ、カナディア別に沸かさなくてよかったんだけど、ちょっと沸かしちゃいましたと。で、アルタイル出して、で、アルタイルでモンスター釣り上げて、で、またバトライムスになってからデルタテロスで勝ちみたいな感じです。という風な感じで、まあ、ベガデネブ。まあ、デネブだけでも俺はいいやと思ってんだけど、ベガデネブなんてできたらすごく強いって感じですね。じゃあ、そういうのが全然できないパターン。なんだったらハンドに俺ベガしかいなかったみたいなパターン。その時に、じゃあどういう風なゲームプランで進めていくかっていうのをやっていきたいなと思います。で、相手は新たな宇宙でネオスですね。で、ハンドがこんな感じで、ベガしか引けてないってことは、逆に言うとトラップカードいっぱい引けてるんですよ。トラップカード引けてると、序盤トラップ使って守っていきます。で、モンスター次引いていければ、次の展開つなげていけると。ただ、その時に罠地獄じゃなかったら、やっと動けるようになった時にトラップカードがもう手元にありませんっていうのはよくあると思うんですよ。で、それを避けたかったので、まあ、罠地獄にすると、まあ、しっかり守りきった後に最後の最後でちゃんとトラップカードも手札に1枚補充できるよみたいなっていうのを考えて、罠地獄がいいかなと思いました。で、コズミックサイクロン打ってきたので、一族の結集と、マジでこれコズミックサイクロンここに打ってくれてよかったわって感じでね。分断はなんとか生き残らせたかったみたいなところはあります。で、ここを因子で、止めてもいいんだけど、まあこれだったら2体並んでる状態で分断当てると。これですね。だから1体しかいない状態はカナディアとかっていう1枚で守る札で、2体以上並んでるときはこうやって分断があれば分断でみたいな感じです。で、アルタイル出していってバトライムス、これで手札は増えてないんですが、バトライムスモンスター効果発動で、デルタテロス作る。で、1回デルタテロスにアクセスさえできれば、このデルタテロスっていうのはフィールドから墓地に送られたときに、手札もしくはデッキからテラナイト1体特殊召喚できるんですよ。それでデネブ出せるんですよね。なんで、バトライムスにアクセスできるイコールデルタテロスにアクセスできるイコール、デネブにアクセスできるみたいな感じの考え方で僕は考えてやってます。なので、今この状況なんですけれども、まあ、こいつが最悪やられても、後続は作れるなーっていう、そんなイメージですね。で、デネブ召喚、デネブで、アルタイル取ってくるみたいな。で、あとはデルタテロスで前潰して、後ろはなんか使われたら因子でクリアみたいな感じですね。はい、ではやっていきましょう。ハンドはね、そんな、まあ、めっちゃいいわけじゃないんだけど、まあ、因子引けてるのは結構でかいかな。しかも先行だし、まあ、これはデネボ落としときましょう。アルタイルいるから、まあウヌクプラスアルタイルか、もしくはウヌクプラスアマかけるサテラナイトだったら、じゃあこういう風な感じで次のターンにデネブにアクセスできるんですよね。なんで、まあ、ウヌクは1枚あっていいんじゃないかなとは思います。で、伏せが因子分断なんですけど、相手からしたら、なんか効果使わない限り一生ラグんないんで、まあ、因子に見えるんちゃうかなっていうのはある。はい。OK。ここはいいよ。ムシムシムシ。で、ここのモンスター効果に対して、無効って言いましょう。そうすると、ここ破壊されるでしょ多分。じゃあ剣士のモンスター効果の対象先がいなくなるからこうなると。今のはおしゃれやね。自分で言ったらダメか。じゃあアルタイル召喚、アルタイル効果、デネブ出して手札コストこうやって確保して、
まあでもキルは取れないんですよね。まあベガーあたり取ってきて、あーいやごめん、今のはあれや、アルタイルやった。まあいいわ。じゃあバトライムス出して、バトライムスをエクシーズ召喚で、よいしょ、バトライムス効果、アルタイル、いやごめん、デネブ落としてベガ切って、でエクシーズ素材ですね、手札1枚切ってデルタテロス出せると。これがデネブ絡んでたらね、こんな感じでスッってね出せるのがいいよね。で殴って、で次のターン相手はさあ展開できるのかどうか。こっちまた因子引いたからね。因子がやっぱね、相手のモンスター効果とか潰しながらワンドローできるっていうのがやっぱ強いね。いやドロソがあるカウンタートラップってすごいいいよね。でしかもデルタテロスとかだったら因子でパーンって墓地に送ってもデッキからさらにリクルートっつって特殊召喚してきてアルタイルとか出してとかできるし、で進化した最強のドラゴンじゃなくて普通のあのオルタナティブだから、まあ勝ったんじゃないかな。はい、なるほど。これ潰したらいいんちゃう、ここ潰そっか。多分今手札のいっちゃん左からこいつ出てきたと思うから、ここ潰していいと思うんだよね。パーンでデルタテロス効果で、あ今のはほんで破壊できてないんですよ俺。破壊できてないから、ワンドローは入んないって感じですね。アルタイルからじゃあここ出すのがベガーデネブでもいいんだけど、ここはまあデルタテロスでもいいね。デルタテロス出しますか。デルタテロス出そうと。こうやってアルタイルからデルタテロスも釣り上げることできるんですよ。じゃあまたデルタテロスが破壊されて墓地に送られたりとかしたら、もう一丁あのリクルートって特殊召喚できるみたいな感じですね。という風な感じでございました。いかがだったでしょうか。いいところで噛んでしまいましたね。こんな感じなのがテラナイトデッキで、レジェンド今5なんですけど、まあこのデッキだったら割と連勝もできるかなっていうぐらいのクオリティには仕上がったんじゃないかなと思います。まあその使う上で気をつけるべきポイントとしては、割とそのデネム入りとかできてない時はゆっくりゆっくりみたいな、相手の攻撃を全部受け切っていなしてから攻めていくみたいな、まあザ・ワナビみたいな感じの戦い方になるんですよ。なんで攻め急がないっていうこと、攻め急がずにやってったら、こっち側はシリウスのドローだったりだとか、デルタテロスだったりだとかで、アドソをどんどん広げていくことができるので、それで相手の手札を枯らせて勝つみたいな戦い方がいいんじゃないかなと思います。でそうなるときに負け筋としては、こっち側が盤面整ってないときに、まあ、2体3体殴られてやられるっていうときなんですけど、まあその時の保険として分断の壁を1枚入れてると。でちょっと今やった感じサンダードラゴンに全然当たんなかったんで、今後のもし環境的にサンダードラゴンがあんまいないよっていうんだったら、まあ煉獄とかその辺1枚削って分断1枚追加とかでも、まあ、ランクマの環境次第ではいいんじゃないかなと思います。であとはまああれやね、この辺使ってないわ全然。だからバトライムスさんのデルタテロス3にした方がいいとは思います。ただバトライムス僕2しか持ってないんで、こんな感じの構築になってます。ではいかがだったでしょうか。今回の動画ね、参考になったよっていう人いたらぜひぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。